はい、おはようございます。今日は11月25日月曜日です。今日からまた1週間始まりました。はい、さてと今日は月曜日、土日はですねキャンプに行ったんですけど、雨でもう行って、一応行ったんですけど、キャンプ場まで雨で帰ってきました。ドタキャンです。ドタキャン、ドタキャンじゃないですけどね、ドタキャンか、ドタキャンですね。はい、で先日ですね、ちょっともう YouTube を一時やめようと思って、はい、やめようちょっと、そうですね、思ったんですけど、やっぱり聞いてくやる人がやれば少しずつでもやろうかなと思ってですね、はい、思って今日はこうやって動画を撮ってみます、見ました、います、はい。やっぱり方々はですね、ちょっとこうテンポが遅かったりとか、それはもうね、あれなんですけど、ね、こう聞いちょってイラッとするとか言われると、もうね、なんかグラッときて、もうあげん方がよくかねとか思ったけど、逆にイラッとする人がいるんだったら見ない方がいいんじゃないかなって思って、見てくれる、高評価をしてくれる人が聞いてくれれば、あ、それでいいのかとか思ったりしたんですね。 YouTube ってほら、いろんなチャンネルがあっていろんな人がいるでしょう。だからそういう方のために、鹿児島弁イントネーションでこう語ろうと思ってですね、そういう感じでやろうと思って、はい、思いました。そういうことですね。はい、ただいまですね、5時31分です。今日は早いでしょう。今5時半です。今日は北海道に行ってきます。はい。この間も行ったんですけどね、また今日も日帰りです。5時半も一番の飛行機に乗って、それから1時にはまたこっち帰ってきます。1時、うん？ 12 時半分だったかな。12時台の飛行機やったっけ。はい、もうすぐ帰ってくるんです。はあ、忙しいですよ。うん、そう、それで土曜土日はですね、そうやって、キャンプに行こうと思って、土曜日行って、でこの間ワークマンでですね、ズボンを買ったんです。ズボンの丈がね、ちょっと短すぎて、ちゃんと測って塗ってもらったんだけど、戻って来てみたらね、なんか短かったんですよ。それ長くできるかなと思って、ワークマンの本部に行ったら返品も可能ですよってやったけど、まあせっかくしてくやったからねと思って、おばさんに聞いたら、まあ、来てそれから測ってやろうと思ってですね、持って行ったら、あ、もうこれは全然違うから、もう返品がいいですねつって、返品して新しいのと変えてもらいました。お金は取られなかった。どっちが悪いっていうかね、自分もちゃんと
ございます、せっかく遠いところからわざわざ来てもらってありがとうございます、逆に言われた、すいませんって、遠いけどね、東京から銚子まで行って、銚子、はあ、そういうことでした。はい、今日も頑張りましょう。はい、じゃあね、バイバイ。